れですね、僕なんかはもう潰しが効かないですよ。だって今例えばあの車の免許取って面白いっつって35でですよ、これやっぱレーサーに今からじゃあなりたいっつって、まあ潰しが効かないとちょっとあのネガティブな感じしちゃいますけどね、まあ、変な意味じゃなくて、なんかいつもやりたいんですよね誰もが、うん、でもねやっぱその今じゃレーサーやるっつってこれまたゼロからスタートっつってもねこれ無理ですからね、うん、そうすると当時やっぱ音楽たまたまっていうかやっぱ非常に歌があってみんなに誘われて歌を一生懸命やって、まあそれでなんとかこう面白いと、でもやっぱそこに必死じゃないですけどやっぱすがりつくじゃないけどっていうところは今振り返っちゃうから非常に重くなってしまって、まあでも言うとそういうことじゃないかなというふうに思いますね。じゃあ他には道はないみたいな、音楽だけが一番もはやエネルギーを燃やせる媒体というもはやねものだったんですね、はい、もはや、うん、あの洋楽とかちょうどあのテレビでそのビデオクリップって、うん、プロモーションビデオみたいな、うんうん、そういうのを見るようになってかっこよかったですね、うん、だからね、トミーと同じだ ね音楽雑誌見てミジャンがかっこいいと思って、例えば今から僕はレーサーになろうって言って10代にはいけないんですよね。まあね、そうするとやっぱりいつでもやりたいことっていっぱいあるけど、まあ、緩やかに死んでいくっていうかね、うん、やっぱその部分でいい出会いがあったっていうのは確かだとは思うんですよ、うんうん、偶然ね。まあでも途中でやっぱ今は急にやっぱみんな辞めちゃうかもしれない、それはちょっと分かんないんですけどもね、まあ必死一生懸命やっぱコンテストも何か目標設定を決めて、じゃあ次はヤマハのイーストウェストで勝とうとか、じゃあ次はそれこそライブハウスにテープ持ってってあのやろうとか、そういうなんかそこやっぱり一生懸命やってましたよね。じゃあだいぶ自分たちでそういうコンテストとかテープ持ち込むとか努力はいっぱいしたんですね。いやスタジオ僕にとって僕マネージャーじゃないのにだからやっぱ好きだったみたいで、それなんか一生懸命そのだから新井楽器、さっきの新井楽器電話して、あの今度の火曜日と金曜日とあの練習お願いしますって2時間でみんなで500円ずつ出しちゃってね、で1000円なんですよ1時間、ずいぶん安くしてくれて良心的で、うん、で500円ずつみたいな出し合って、うん、で喫茶店行って、うん、僕が2時間半喋るみたいな、うん、そういう暮らしをずっとしてましたよね、うん、じゃあその2時間半何を喋ってたんですか。あれはみんな3人おとなしく聞いてるんだ、何を一番喋ってた。いや、音楽のことも喋ったし、あとでもその時は詩のことですよ、誰も聞いちゃくなかったんですけどね、一生懸命次こういう曲を作ろう、こういう曲を作ろうっていうのはやっぱりずっと話してたような気がしますね、うん、なんかこういるのがやっぱ楽しかったんですよね、うん、それでやっぱりそれをみんなやっぱ黙ってやっぱ黙ってるってどう思ってるか知らないけど聞いてくれるし、やっぱそこでいっぱい一生懸命こう言って、そうするとみんなもなんとなくそういう気持ちに、わかんない宮地なんか言ってるけど、まあなんかベラベラ喋ってるけど、まあどうもなんか一生懸命言ってるみたいだなっていうふうに思ってたら、それはどうだかしら知りませんが、まあ今でもそういうところはあるんですが、まあすごいそういう喫茶店に行って話すのが何しろあの練習終わって言ってましたね。でも宮本さんそれだけ喋ることあったってことをやっぱ一番というか真剣に考えてたんだね、このエレカシのこのどのようにしていこうか、何を歌に織り込もうかっていうことをね、やっぱ売りたいっていうのはやっぱすごいあったんですね、僕らのことを見てくれと、うんうん、だから花男なんか俺の姿を忘れるなっていう歌は僕はファーストアラウンドで僕らで やりましたけど、うん、やっぱそういうなんかだからどっかやっぱはぐれてたから、あんたはみんなが結構もうここのでも悪くはないんだよな、不良じゃないんですよ絶対、でもそういうやっぱこうきっと嫌だつまんなかったわけよと違うし、まあ緩やかな退屈っていうか、うん、退屈でなんかこう退屈じゃないですか、なんか、うん、そうするとやっぱなんか一生懸命やるっていうのがいいと、うんだからラッキーはラッキーですよ、僕らなんかやっぱ音楽っていう、うん、とりあえずそのコミュニケーションの、まあこうやってあれだけどぼーっとしてるよりもとりあえず音楽っていうのは、まあこれちょっと月並みな言い方になってしまうんですが、
そのみんなでとりあえずパートがそれぞれあって、歌とベースとドラムとギターってあって、でまあ音楽っていう共通項があるから、まあ、その結びつきのやっぱり接点にはなってたような気がしますよね。そうだよね。そうするとその頃からこの集まってると、表の社会っていうのは自分たちと表の社会となんかこう溝ができたりしないですかね。そんな気づかないんですよ。ずっとアマチュア時代っていうのは要するに何しろ一生懸命って、でも一番気に入ったやっぱ契約が切れた時がありまして、それはエピソード。そう、契約切れたってまあ7年間もね、いましたから、そういった意味じゃ実はある意味じゃ非常に温情のある今考えると、もちろんレコード会社なんですが、まあ結局売れないと、そしてやっぱしょうがない、やっぱりその僕ら商業でもちろんやってるわけだから、そこでそんなの僕ら考えてもいなかったけど、当時はやっぱそこで一回ケア切れる、そうしたら社会と接点というか、俺は一体何なの、28ぐらいだったよね、もうね27、28で、それまで音楽、僕らはもう本当に中学校の時、まあ、高校、中学高校からずっとやってて、そういうまあ仲間で、まあ、仲良し恋しじゃ決してなかったけども、そういう一生懸命やってて、ポッとこう放り出されちゃったんですよね。そうだったね、どうしたもんかなと、いうので、だからみんななんかアルバイトとやってたでしょ。あ、当時やった、それアルバイト始まったって、ハビさんね、あれみんなどうやって暮らしてたか知らないですけど、給料さ、僕は8万円ぐらいしかもらってないです、月に。当時みんな笑ってないですけど、これ笑い話だった。俺どうやって暮らしてたって、みんな合わせと言えばいい、解散です。来てもお小遣いずつ頼む。